皆さん、こんにちは。今回は、新たにホームエアコンが搭載されたアネックスの WIZ をご紹介します。WIZ は、ハイエース、標準ボディ、ハイルーフをベース車にする、バンコンキャンピングカーです。キャンパー特装車を使用していますので、カラードバンパーやトヨタ、セーフティーセンスが標準装備されます。オプションで、リアゲートのウィンドウのアクリル二重窓を仮装できます。リアゲートを開けなくても換気ができます。また、ボディの断熱加工は標準装備です。このクラスでは珍しい、スカイルーフが標準装備されるのも特筆できます。それでは、車内に入ってみましょう。こちらは標準色のインテリアカラーです。全部にギャレー、後部は広い L 字型のダイネットになっています。こちらは、オプションのダークカラーインテリア。インテリアカラーは数種類から選択できます。照明はダウンライトを中心に構成、調光も可能です。標準装備のスカイライトルーフ、フルオープンにできるほか、網戸やシェードも内蔵されています。爽快感だけでなく効率的な換気もできます。ダイネットは L 字型のシートを配置、2名がゆったり座ることができ、広いテーブルで食事も可能です。後部から見たダイネット。後部のスペースにも余裕があります。ダイネットからベッドへの展開です。テーブルは跳ね上げてロックできます。あとは背もたれを移動するだけ。就寝前に簡単にベッドメイキングができます。ベッドサイズは長さ 1900mm、幅 1400mm。 1400mm の幅は、家庭用ではレギュラーダブルベッドの幅に相当しますので、2名がゆったり就寝できます。ベッドモードでもテーブルをセットできますので、シャブ台スタイルのダイネットも可能です。最後部のベッドマットは多段階のリクライニングが可能、就寝前のひとときをゆったりくつろぐことができます。ギャレーを見てみましょう。手前が広く開いており、使いやすいギャレーです。カセットコンロを置くスペースも用意されています。右側のカウンターと後部のテーブルが調理台として使えます。エントランス側には各10リッターの給排水タンクを収納。車外から直接出し入れできます。オプションのシンクの蓋をすると大きなカウンターとして使用できます。ギャレーキャビネットの収納。大容量の引き出し収納で、多くの食器や調理用具を収納できます。冷蔵庫は、30リッターの引き出し式を標準装備。車外から、直接冷たい飲み物を取り出せます。電子レンジも標準装備です。1500ワットのインバーターも標準装備ですので、外部電源がないところでも、サブバッテリーで使用できます。収納を見てみましょう。まず、大容量のオーバーヘッド収納が標準装備されます。衣類や寝具はもちろん、食料品も高い位置に入れておくと清潔に収納できます。左側にはネットの収納が用意されています。収納品に応じてベルトを調整できます。フロントの上部にもオーバーヘッド収納が用意されています。寝具の収納などに便利でしょう。右側のキャビネットには小物用の収納が用意されています。ベッドボードの下は大きな収納スペースになります。最後部のリクライニングを立てるとラゲッジスペースが生まれます。背の高い荷物も積み込むことができます。 WIZ には新たに家庭用セパレートエアコン搭載モデルが選択できるようになりました。なお、従来の家庭用一体型ポータブルエアコン搭載モデルも選択できます。一体型エアコンは、ここに設置。上部に、冷気の吹き出し口があります。高地対応型の FF ヒーターが標準装備されます。気圧の低い高地でも使用できます。MAX ファン、ベンチレーターも標準装備です。スカイライトウィンドウと組み合わせると、効率的な換気ができます。シート下には電装系を収納。ホームエアコンモデルには
200アンペアアワーのリチウムイオンバッテリーが標準装備されます。エアコンが搭載されない標準仕様では、75アンペアアワーの AGM バッテリーが標準装備されます。走行充電、外部 100V 電源入力とチャージャーも標準装備。薄型 80W ソーラーシステムも標準装備されます。メインスイッチや照明のスイッチはエントランス近くに設置。ギャレーコンソールにはバッテリーモニターや FF ヒーターのコントローラーがあります。ウィズの車体寸法は全長 4695mm、 全幅 1695mm、 全高 2370mm です。それではハイエース、標準ボディ、ハイルーフをベース車にしたその他の2人旅に適したモデルをピックアップしてみましょう。まずレクビーのソラン、ハイルーフ。ソランシリーズは同社の新しいラインナップとして高品質ながらカジュアル感を取り入れたインテリアを採用しています。明るいトーンの家具とダウンライトを中心にしたインテリアです。2列目にタンザのマルチモードシートを設置。もう1名が前向き乗車できます。2列目シートを後ろ向きにすると2名の対座ダイネットになります。右サイドのベンチシートもありますので大勢でテーブルを囲めます。ベッドサイズは長さ 1830mm、 幅 1500mm の大きさ。左側は最長 2100mm です。家庭用ではレギュラーダブルベッドの幅以上です。最後部のベッドボードはリクライニング機構がついています。足を投げ出してくつろぐことができます。ギャレーは左右に分離しています。運転席、助手席から後部への移動が簡単です。エントランス横にあるシンクは引き出して車外で使用できます。シンク下には各13リッターの給排水タンクを収納。車外から直接出し入れできます。右側のギャレーキャビネットには49リッターの横開き式冷蔵庫を標準装備。ここには電子レンジも標準で収納されています。ギャレーキャビネットには2箇所に引き出し収納を用意。食器やカトラリーの収納ができます。両側にオーバーヘッド収納を設置。大容量ですので車内が荷物で煩雑になることはありません。フロントにもオーバーヘッド収納が設置されています。左側後部のシートの下も収納になっています。最新型の薄型家庭用セパレートエアコンを標準装備。300アンペアアワー相当のリチウムイオンバッテリーも標準装備されます。250ワット相当のソーラーシステムも標準装備。その他、走行充電、外部 100V 電源入力とチャージャー、2000ワット制限波インバーターも標準装備されます。ソラン、ハイルーフは家庭用エアコンとリチウムイオンバッテリーを標準装備し、長期の車旅にも対応できる充実装備のモデルです。なお、レクビーには落ち着いたインテリアを採用したプラス LV、LV プラス1もラインナップされています。OMC のナロー銀河。同社の人気モデル、銀河のレイアウトをコンパクトなボディに集約したモデルです。ナロー銀河の特徴は、常設2段ベッドと最後部のトイレルーム。ソラン同様、2列目に段座のマルチモードシートを設置しています。後ろ向きにすると、2名の対座ダイネットになります。ダイネットを展開すると、1名分のベッドになりますので、3名が就寝できます。全部のギャレーキャビネット。上部には、クーラーの室内機が設置されています。シンクの下には、各13リッターの給排水タンクを収納。冷蔵庫は、40リッターの横開き式が標準装備されます。電子レンジも標準装備。ギャレーキャビネットの天板に設置されます。ここは、最後部に設けられたトイレルーム。ポータブルトイレも標準装備です。リアゲートを開けると、C
車外から直接トイレの処理ができます。ベッドの下も大きな収納スペースになっています。ギャレージ上部にはオプションでクーラーを設置可能。家庭用エアコンも選択できます。室外機はボディ右側に設置されています。ベッド下には電装系を収納。クーラー設置時は200アンペアアワーのリチウムイオンバッテリーが搭載されます。ナロー銀河はコンパクトなボディに常設2段ベッドとトイレルーム、家庭用エアコンとリチウムイオンバッテリーなど車旅に必要な全ての装備を凝縮したモデルです。それではウィズに戻りましょう。いかがでしたか？ハイエース、標準ボディ、ハイルーフをベース車にし二人旅を想定したモデルは多数存在しますが、エアコンを装備できるモデルは多くありません。ウィズはその中の一つで、高品質でおしゃれなインテリアと広い室内が魅力のモデルです。シティユースから車旅まで幅広い用途で楽しむことができるでしょう。ウィズの仕様と価格は下の説明欄をご覧ください。価格などを含めたさらに詳しい比較表はキャンピングカーファンのサイトでご覧いただけます。最後までご覧いただきありがとうございました。